ミロエストロールは植物由来の化学物質で女性ホルモンエストロゲンの生理活性をミミックする植物エストロゲンの一つ。ミロエストロールは最初1940年にタイの薬草クエオカー、プエラリアから単理され、この植物の回春薬としての効能の原因物質であると考えられた。相対立体配置を含む化学構造は1960年に X 線結晶構造解析によって決定された。しかしながら、より最近の研究では、活性成分は実際には、ミロエストロールの類縁体であるデオキシミロエストロールであること、報告にあったミロエストロールは単理手順の際の人為的な影響によって生成したに過ぎないことが示唆されている。デオキシミロエストロールは空気中の酸素にさらされると、 ミロエストロールへと変換される。植物エストロゲンのエストロゲン作用の比較実験では、デオキシミロエストロールは、クメストロールなどの基地の植物エストロゲンと同様の活性を示すが、ミロエストロールの活性は著しく弱いことが明らかにされている。これらのエストロゲン活性のため、ミロエストロールやデオキシミロエストロール、その他の類縁体は、 全合成を含む科学研究の標的となっている。デオキシミロエストロールの科学構造2000年千葉大学薬学部の石川勤村らがヒト乳がん細胞を用いてエストロゲン活性を検討した。管理されたデオキシミロエストロールは科学式 C20H22O5 に一致すること、並びにヒト乳がん細胞において強いエストロゲン活性を確認した。なおミロエストロールは デオキシミロエストロール単林の際にエタノール中に暴露されていた過程で脱酸化して合成される非天然成分であり、デオキシミロエストロールがプエラリアの有効成分であると考察をつけた。ミロエストロールを含むと報告されているプエラリアの抽出物は女性の法教効果を謳った栄養補助食品として市販されている。しかしながら、 そのような主張に対する人体実験のような科学的根拠はない。アメリカ合衆国の連邦取引委員会はこれらの不正な主張を行う製造会社に対して法的措置をとっている。ありがとうございます。